ばんは。こんばんは、おつまこ。おつまこです。毎日配信、そう、毎日配信って感じ。毎日配信目指したいんですけどね、どうもそれは難しいんですけど。眉毛なすぎる。つまこー、おつまこです。どうも。みなみワードさん、なんて読むんだろう。カズとドワニ努力のドさん、こんばんは。くんせいさん、こんばんは。ちゃちゃさん、こんばんまこ。かかかかさん、こんばんまこ。のぞみさん、こんばんは。猫好きさん、こん、ん、おつまこ。なりぐらたんさん、おつまこ。そうしーしょうさん、こんばんは。オレンジルートさん、こんばんは。のぞみさん、おつまこかわいいよ、ありがとう、嬉しい。みかんさん、おつまこ。アストロミュー5さん、おつまこ。しまいちさん、こんばんまこ。りょうじ45さん、こんばんまこ。アッシーさん、おつまこ。しのうまさん、こんばんまこ。なかじんさん、おつまこです。ともあかさん、こんばんまこ。ちょちょさん、末永岡さんのソロコン見てきた。あー、いいな、末永岡さんのソロコン。おつまこです。3日連続配信。お、パチパチ。顔色悪、なんか無です、ね、顔の色が。今日メイクしたくなくて、なんか毎日ずっとメイクしてるなと思って。本当私メイクしてない日 なすぎじゃないと思って、休みの日でも休みだからショールームしようって思ったらメイクするじゃないですか。で出かけようと思ったらメイクするじゃないですか。だからほんとすっぴんの日が全然なくて、だから顔を休ませる日を作ったんだけど、でもショールームしたいなって思ったのでショールームしました。初めてだね、すっぴんでショールームやったの初めて。眉毛が薄い、前髪で頑張って隠してます。え、どうしよう、なんかこれオレンジのライトに変えられるの。あ、すごいオレンジ、おオレンジすぎ、やばくない。これはなんかオレンジと白混ざってるやつ、これでなんとか。今メール来た。あら遅いね、メール届くの。6時10分ぐらいに送った。テロップ、テロップ何にしようかな。今メール来たんだ、遅いね。なんかもうクマでね、目の下真っ黒なんですよね。すっぴとはなんかすっぴんうんとまで書くとすっぴんアピールが強すぎるなと思ったので、すっぴんまでにしときました。しっかりだ、しっかり寝てます。冬っぴの親戚かな、すっぴ。メール届くタイミング毎回遅いね。今日特になんか遅いね。なんかね、15分ぐらい届く時もあれば30分で届く時もある。でね、ほんと顔色ブサイクな、ほんとスタッフさんがチェックしてから届くのよね。そう、
これ結構遅いね。なんか今日口が乾燥してんのかすごいヒリヒリするんですよ。あのリップクリーム塗ったら痛い。なんかオレンジと白の中間みたいにして顔をごまかしてみた。ごまかせてるかわかんないけど。でも今日外出た。スーパーに行ったぐらいしか外出てない。そうなんだ。オレンジ塗られた。めっちゃオレンジ。え、これめっちゃオレンジですか？今結構オレンジ。なんかもう今なんか書類みたいなやつをいろいろ整理してるんですけど、もうなんかそれがもうね、めんどくさすぎてね、もうあーってなってます。もうもう書類をまとめないといけなくて、もうなんかもう大変ですね。終わんな、もうなんか冬休みの宿題とか並み、なんか夏休みの宿題とか並みに終わんなくて、もうねやばい。ウルーブさん今日誕生日です。誕生日おめでとうございます。この顔でごめんね。おめでとうございます。投げ出したくなるやつか。そう、投げ出したくなっちゃうやつ。もうなんかいろいろめんどくさいんですよ。大変。これは確かにイライラ しますね。みんな甘いものが食べたくなりすぎて、もう家のチョコクッキーとか食べまくっちゃってそう、やばい。でゲームしたくてもう大変。カムカム巨峰を買った、100均で。これめっちゃ美味しくて好きなんですよね。ストレスまこう。晩ご飯食べたの。晩ご飯なんかもうね、今なんか一日なんか今日食べる時間バラバラすぎて何ご飯なのかわかんないんですけど、さっきスープ食べた。浮かぶんは終わったんすかね。昨日すごい、もう昨日もその書類みたいなのやってたんですけど、もうね大変すぎてお家に取っておいてあったイカを食べました。イカブーム終わったっていうか、イカが売ってなくてやばい。イカが売ってないんですよ。カラコンしてもカラコン入れてないです全然。普段なんか全然入れない。うん、電気のせいですごいねついてるみたいな。確かに電気でカラコンみたいになってるけどしてない。夜はサーモンのムニエル食べた。おしゃれなもの食べてますね。箱買いしたんじゃなかったっけ。それはもう尽きてくるものは尽きてきますよ。箱買いしてもイカは誰だイカ買い占めたのか。イカを買い占められたとかっていうよりも販売してないんですよ。なんかなんでなんかね、生産終了したのかなってレベルでなんかない。うまい企画さなきゃ。夕方ケンタッキー食べたからまだお腹空いてない。ケンタッキー名古屋来てからまだ一回も、あ、一回三吉さんが持ってきてくださって食べたんだけど全然食べてないな。なんか名古屋あんまりケンタッキーないイメージ。名古屋の地鶏があるからケンタッキーとか食べないのかな。無印とかに行かあるんじゃない。その無印のイカがなくなっちゃって、なんか価格を変えるとかで一回販売中したらしい。あ、本当？でもコナさんがこの前見かけたらしいです。だからイカ復活。名古屋はロッテリア全然ないよ。確かに。でもそもそもロッテリアってあんまなくない。上野か原宿ぐらいしかロッテリア知らない場所
東京ってケンタッキーそんなにあるの？結構だいたいどこの駅にもある気がする。あとマクドナルドも。ね、少ないよね。チェーン店みたいなのがあんまりないイメージ。今日髪の毛サラサラって感じ。マク派、バーキン派、モス派。マック派だけど本当はモス。モスチキンが美味しいのと、あとなんだろう、でもポテトはマックのが一番美味しい。バーガーキングは食べたことない。あとファーストキッチン派です私。あんまハンバーガーファーストキッチン食べないけど、なんかカルボナーラとなんだっけ、ポテトが美味しい。シャカシャカってポテト。あとフロート、ここはフロートとかメロンフロートがある。モス高いけど一番うまい。バーガーが一番美味しいですよね、やっぱ分厚い、健康な味がする。MC にココナさんが出てきた。あ、今日2分間 MC かな。今日あれか、2分間 MC だ。いい公演か。ココナさんスマホを変えたらしくて、なんかいろいろログインが大変らしいです。できなくて。朝送ってくれた写真可愛すぎ。あ、そう、ファンクラブの SKE のファンクラブ、オフィシャルファンクラブのあのなんだっけファンクラブになんか私のメッセージが届いたみたいなので、ぜひぜひ見てください。そう、みんな携帯変えた。私も携帯早く変えたいんですけどね。いつもこう。デクルちゃんの絵も可愛かった。ありがとう。チェキに。